幸せにできるだろう。あの空はあの風は今も胸に限りなく暖かい。あの頃へ君をいつか連れて行けたら。実力がないのに過分な場所でやらせていただいて、すべてお嬢さんのおかげなんですけど、気持ちよく歌わせていただきました。今日も気持ちよく歌えればいいなと思ってやります。聴いてください。あるある、そういうこともある。やり直せばいいんだよ。そういうこともありますよね。いや、歌い始める前だから。そうそう、いいよいいよ。なんか痛いな。そういうこともある。
てしまえば今以上それ以上愛されるのに、あなたはその透き通った瞳のままで、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに。聞きに来たことがないね、彼らね。ないね。ギターのマーニーも、サクちゃんもね、ベースも。普通ね、アカシの二人見たらさ、応援に来てくれたりとかね。あ、違うんだ。違うんだ。友達です。友達なんだ。友達ですよ。友達です。僕も来てくれた。やっぱりそうだ。ね。なんだろうね、あれね。バンドの人たちってね。来ればいいんだよね。ね、頑張ってるのさ。そう、さっき。ちょっとね、今日はなんかテンションがあんまり上がらなくて、なんか歌う気分じゃなかったんですけど、明石の高木くんの歌を聴いてすごい歌いたくなっちゃって、チェリー歌っていいですよって言われて本気で歌おうと思ったけど、多分嫁にぶん殴られるんで、俺結構声が大きいからね、ぶん殴られるんで歌わなかったですけど、すぐ歌いたくて、できれば終わった後で一緒にチェリーを歌いたいなぁ、やってくれたらいいなぁって思いながら聴いてました。それで曲しかない。そしたら、なんか歌ってみますかね、適当に。実はあと1曲しかキーボードでできる曲がないので、
すごく歌いたいので。